2020年の11月の何日やろ今日、6、7、スパワールド来ました。まだやっぱりお店閉まってます。食べ物屋さんもちょっとしか開いてないです。お好み焼きとラーメンだけかな開いてんの。他の食べ物屋さんも閉まってます。コロナの影響やと思います。何も書いてないな。でもここは臨時閉鎖中、コロナのあれですよね。入場制限もされてるんで割とガラガラです。終了。